じゃあこんにちは、ゆとこさん。はい。ちょっと面白い記事を見つけました。何？カブスから今4巡目で今年ドラフト指名された、ルーク・リトル投手、はい、19歳なんですけど、はい、なんと最速169キロです。169キロ。まあ、チャップマンが170とか171っていうのもいますけど、19歳で169、左腕です。リトルじゃないじゃないでしょ。名前はリトルなんです。全然リトルじゃない。全くもってですけど。いや、169キロ、やっぱりさ、時代的にさ、はい、もう150キロが遅い時代には普通になってくるよね。いやだからもう160キロ投げないと勝負にならないっていうふうに時代的になってきてるよね。もう、まあ、そうなってます、ね、19歳でしょ。そうなんです。4巡目カブスから4巡目だから、カブスこれ1巡目じゃないんだ。1巡、違う。ということは、はい、やっぱ難点があるんだね。まあ、なんかコントロールが悪いとか、うん、だからそういうちょっと難点を持ってるかもわからないけど、はい、169キロは魅力だよ。筋力アップしたら170がいくね。出ますかね。いや、170ってさ、俺一回マシンでテレビの企画で打ったことあるけど、はい、タイミングなんか取れない。当たりました。いや、タイミング取ったらポンって来てるの。そんな早い。いや、これダメだな、このタイミングの取り方じゃダメだなと思って、はい、もう本当にノーステップじゃないけど、はい、このままもう来たボールに対してバーンとぶつけていくしかない。もう感覚でしかない。そうなってくると、その1キロの差って全然違うんですか。例えば165と166とか、166と167とか、どうなんですか。いや、まあ、例えば145の、はい、とか146とか、はい、まあ、そんな変わらないよね、うん、でも150超えてからの1キロ2キロはまたちょっと違うよね、うん、あ、やっぱ違うんですか。違う感じた。だって俺らの時代は150キロを投げる人、はい、まあ、スピードガンの関係もあったと思うけど、うん、150キロを投げる人っていうのは速いって言われてて、はい、で珍しかったんだ、はい、で150キロ出たらもう拍手だから、おおって本当ですか。いや、はい、だからその時のスピードガンと今のスピードガン全然違うけどね、はい、だけどなんていうの、今160キロの時代になってきてるよね。もういや、なんかちょっとさっき歴代の日本人、あの日本のプロ野球での見ると最速が大谷投手いて、で日本人だとあと吉典投手161、はい、あと藤浪投手がいて、 あと外国人だと例えばマシソンだったり、 あとクルーンっていたじゃないですか、うん、あとイムチャンヨン投手、ヤクルトにも変速でな、はい、変速で160。いや、それ早いよ。すごくないですか、それも。俺チャップマンっていうのは WBC で見てる、日本と対戦してる時生で。どうでした。めちゃくちゃ早かった。早い、危ない。コントロールがこんなんだから怖いです。いや、それで盗塁ただ、あ、まあ、けね、緊張してる。いや、もうこんな、もうキャッチャーだと盗塁が必死だからさ。コントロールはあれなんですね。 あんまり良くなかった、その時は。その時はだから日本が勝ったんだけどさ、はい、その時って誰か打ったんですか、打てたんですか。いや、打った記憶はない。誰か打ったのかな、あんまり記憶がない。あ、じゃあそのぐらいやっぱりチャップマンの170。だから青木のここに来たんだよ。青木がパーンと避けたからよかったもんな。危ない。あれと当たってたら青木今頃いないよ。いや、もう本当そうですよね。いや、本当本当。危ない。危ないよ、うん、鋼鉄のお前ヘルメットかぶらない。本当そうですよね。いや、本当だってそのぐらいですもん。あ、いや、でももうそうなっていってるんですね、時代は。160後半にもうね、科学的になってきてるし、はい、まあ、投げ方だとか、うん、まあ、そういうこともね、機械的なことでこうやったら100、このポイント、ゼロポイントってあるんだけど、はい、ピッチャーの一番負担がかからずに一番早く腕が振れるっていうところ、うん、これは人それぞれ違うらしいんだよ、はい、真上の人もいれば横の人もいるみたいなんだけど、もう科学的にそういうことをやりだしたらどんどん球速くなると思う。なりますよね。で AI にそういうの分析してもらって。そうそのぐらいの160以上の球が出せるっていうのは、それも持って生まれた何かなんですか。体、あ、だから遠くへ飛ばせる、はあ、バッターとしては その素質と似てるよね。速いボールが投げられるという。どんなに頑張っても投げられない人は投げられないじゃないですか。投げられないよね、投げたくても。投げたくても、うん、でも現に投げられる人はいるじゃないですか。でもね、うん、でも150キロがもう大体平均速度になってくる。でも俺が対戦した中で、ね、はい、やっぱ速いピッチャーっていたよね。いました。まずはやっぱり江川さんだよね。じゃあちょっとベスト3、はい、まずはじゃあ江川さん。
まあ、江川さん早かったな。江川さんは、ま、あのマシン、マシンというかあの記録では何キロが常に出てたんですか。今のスピードガンで、はい、昔の映像で調べたらしいんだよ、はい、そしたら164キロ出てる。それは大谷が165キロ出す前の話だ。え、じゃあ大谷だ。俺は164キロ出てる。本当ですか。いや、これはちゃんとして調べたらしいよ、科学的に。いや、でもね、あの人が150キロっていうことはないよと思ったの。だって牧原も150キロ投げてたじゃん。はい。そう、牧原の150キロと江川さんの150キロって全然違うの。違いますか。球質がどう違いました。牧原のはゾーンと来るタイプなんだけど、はい、江川さんのはなんかジェット戦闘機がヒャンって来る感じだった、うん、ものすごいなんかスピード持ってきた。あらあら、だから糸引いてくるというかさ、打てない、なかなか前飛ばない、そんな感じがした。当たるけど、はい、だってさ、大学の時にね、1年生がキャッチャーで、うん、そうやってお前取れるかって言ったら、うん、取れますよとか言って、それ野球やってるから突っ張るわな、うん、何が取れないんだってお前、ヒューンってなかったらワーッと持ってかれたからね。だからそのぐらいやっぱ早いんだよ。だから山倉さんも江川さんの時は普通のピッチャーはこうやって構えてたけど、はい、江川さんの時だけちょっと落としたって伸びてくるから、こうなって持ってかれちゃう。そう、持ってかれるから。あ、怪物ですね。あ、だから怪物だって。怪物だって。やっぱ江川さんが早かった。早かった。じゃあ他には。イラブ。あ、や、だってイラブ投手もそうでしたよね。最速の記録って。イラブは、はい、江川さんほど感じないんで、球の速さ。いや、速いよ。速、うん、いけど、なんていうの、このビューンっていうのは感じないんだよ。はい、ザーンってくるんだよ。だからあいつのはちょっとカットしてるんだよね。うんうん、で、速いんだよ。全部詰まるんだよ。それじゃなくても速さで詰まるのにさ、はい、なおかつちょっと左バッターにカット気味に来るんだよ、うん、より打てない。より打てない。へ、じゃあやっぱバッターそういう風に感じてた方多かったでしょうね。多かった。やっぱイラブ投手、イラブも良かった。良かった。ああ、じゃあ3人目。3人目はこれ相性的に白竹なんだよ。出た。俺絶対一回呼ばなきゃいけないと思ってるんだけど、毎度毎度あいつは嫌いだったんだよ。広島、あいつはね、スライダーも速いからまっすぐも速いんだよ。俺の中でもみんなカンカン打ってるんだけど、俺の中でダメなんだよ。白竹さんは、俺は素晴らしいピッチャーだと思うよ。白竹さん、私この動画で白竹さん覚えましたもん。もう覚えたでしょ。はい、広島ですよね。ただ、まあ、速さだけ、単純に速さだけだったら大野さんも速かったな。あ、そうなんですか。大野、与田、あ、与田さん、小松、はい、あ、小松さん、はい、とか速かった、やっぱ。大体150150ちょっと出てたな。みんなボールが大きく感じる、ブワーン、ブワーンって。でも江川さんのはそうあんま感じないんだ。もうね、糸引いてくる、ビューン。湯川さんだけちょっと次元が無駄ですね。なんかちょっと違うんだよね。宇宙人じゃないかと思う。多分、いや本当にかもしれないです。いや、そのぐらいの感覚だよ。だから、まあでもパリーグ行って、まあ野茂とかも、あ、はい、まあ野茂とかも早かったよ、はい、早かったけど、特殊ボールがあるじゃん、フォークという、はい、だからより速くは感じてたけど、ま、うん、っすぐだけの速さだったら野茂はそうはあんまり感じなかったけど、はい、まあやっぱりイラブの方がすごいなとか、うん、でもそこから本当にもうどんどん球速がね、みんな早まっていってますから、170キロの時代に入ってくるよね、今度は。いや、もうなるってきますよね。160は当たり前っていう。まあそうだな、150が遅い、いや150、ああまあ今日はラッキーだなみたいな、遅いピッチャーだなみたいななっちゃう。今メジャーってどうなんですか。平均速度は150キロはいってると思う。あ、メジャーも150、だいたい平均がそのぐらい。でも日本はまだそこまではいってないでしょ、平均は。メジャーほどは、うん、145、6じゃないの。俺らの時は142、3だったと思う、平均が、うんうん、だから徐々にはこう上がっていっている。これからもっと上がっていくと。いや、だからもう何百年か先に200とかいくんじゃないですか。200だったらお前もう手が止まる、たまんないよ。詰まれないよ、詰まったら指落ちちゃうから。いや、本当だ。本当ですよね。いや、よく言うんだよ、野球選手で指バーンって詰まったら、うん、お前指落ちてんじゃねえかってぐらい、もうここが腫れ上がるんだよ。いました、その選手。それ痛いよ。だからここにスポンジ入れてんじゃん。あ、この輪っか
かみたいなの、そうそうそう、あれがそうなんですね。そう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 、いやだからまあ夢のあるさ話だよね。170キロ、そうですね、それも19歳、リトルですね、リトル、リトル。でも日本でも、はい、佐々木朗希が出てきて、はい、練習試合というか紅白戦で160キロの投げるピッチャーが出てくるんだから、若いね、選手が。若いだからこれからどんどん出てくるよ。いやそうですね、うん、ちょっと若い選手ね、その、まあ、楽しみや、ね、スピードも楽しみにしたいですね。そうやな、はい、はい。